わかりましたよ、龍翔さん。何がだ。これなんだこれ。え、これが俺を襲った奴らが見てたサイトか。恨みのランキング1位が達也さんですね。人気者だな達也。うるせえよ、お前も2位じゃねえか。何？国土を舐めやがって。白ポムチャンネルの白羊です。黒ひょつ実況プレイ続きを始めていきましょう。ということで今回はラブインハートに行くところからスタートですね。カムロ町の殺人ゲームの被害現場って言えばいいんですかね。そこがラブインハートだったっていうことがこの M ストアの雑誌だったね、カムロアングラだったっけに載っていたので、そこに向かうというところからスタートですね。では早速始めていきましょう。さて着きましたね、ラブインハート。初めて入るな、黒ひょう2では。別にプライベートでもやってないからな、ラブインハート。ちょっといいか、雑誌で見たんだけどよ。またカムロアングラですか。もういい加減にしてくださいよ、うちは関係ないんですから。殺人ゲームについて何か知ってるんじゃないのか。本当に知りませんって。その記事を書いた記者がそこにいるんで話でも聞いたらどうですか。え、カムロアングラって女性が書いてんの。あのよ、この雑誌の記事についてなんだけど。女ジャーナリスト、あれ、もしかして達也くん。達也くんじゃない。お前は。うん、千秋、ヒューガ千秋。1年前はアリのショーがお世話になったわね。あー、妹出んの、千秋か。ヒューガショーの妹ですね。前作の黒ひょうで出てきた人物ですね。メインストーリーに絡んだ人物なんですよ。まあ、前作もね、見てくださってる方、プレイしたことある方はわかると思うんですけど、ヒューガショーというドラゴンヒートの元スーパースターですね。その妹ですね。千秋、1年前ドラゴンヒートで俺と戦ったヒューガショーの妹の千秋か。お前らカムロ町から離れたんじゃ。離れたのは兄だけよ。こんなにも特ダネに溢れた町、ジャーナリストとして離れるわけないでしょ。ああ、そうか。お前、潜入取材のジャーナリストだもんな。でよ、この雑誌の記事なんだけど。カムロ町の殺人ゲームの記事？うん、私が書いたよ。何、また達也くん巻き込まれてんの？好きで巻き込まれてんじゃねえよ。この記事読んでもよくわかんなくてさ、もっと情報はねえのかよ。飯の種だからあんまり教えたくないんだけど、達也くんにはお世話になったからね。まだ裏が取れてない情報だから話半分で聞いてほしいんだけど、はじめは金融屋とか風俗のスカウトとか、いかにも人に恨みを買ってるような人たちが狙われてたんだけど、今は一流企業のサラリーマンとか人気のキャバ嬢とかアイドルとかも狙われてんのよね。まだ見つけてないんだけど、秘店っていう裏サイトがあって、そこにターゲットの依頼をするらしいの。秘店に登録されたターゲットにはポイントっていう値段が付けられてて、ターゲットを襲撃するとお金がもらえるの。秘店、なるほどな。それでターゲットとかポイントって言ってたのか。何、達也くんも狙われてるの。ああ、中道通りの裏で変な集団に襲われた。なんか仲間でもなさそうだったし、何なんだあいつら。それはハンターね。殺人ゲームに参加するには裏サイトでハンターとして登録する必要があるの。ハンターに登録したらターゲットの情報がメールで送られてくるので、早い者勝ちでターゲットを襲う。ターゲットを襲ったら証拠写真を裏サイトにメールで送って、ターゲット依頼した人が満足したら報酬がもらえるって仕組み。復讐を依頼する闇サイトって感じか。そうね、ハンターやってる人たちはゲーム感覚、バイト感覚ってのがかなりやばいんだけどね。特ダネ教えてあげたんだから、裏サイトの秘店のことが分かったら私にも教えてよね。これ私のメアドと携帯番号、何か分かったら連絡して。相変わらず危険なことやってんな、この女は。そうだな、分かった。お前も何か分かったら連絡くれな。ギブアンドテイクならね、
あ、そうだ、今でも兄さん達也のこと気にしてるよ。え、マジ？ヒューガ？嬉しいな。ヒューガか？心配なんじゃない？達也くんは兄さんにとって本音で話ができるライバルみたいだったし。ライバル？そんなんじゃねえよ。俺は最後までヒューガに勝てなかったしな。お前そんなこと言うようになったのか達也。試合で勝ってたくせにね、喜んでたのに。そんなこと言うようになったんだな。ふーん、きっと兄さんも同じこと考えてるよ。最後まで達也くんに勝てなかったって。それじゃあね、何か分かったら連絡してね。おい、今何してんのお前。今チューした？殺人ゲーム秘典か。千秋のおかげでいろいろと分かったな。とりあえず劉翔に電話しておくか。おお、達也か。どうだ、なんか分かったか。カムロアングラーって雑誌知ってるか。当たり前だろ、毎月買ってるさ。買ってんのかよ。お前もしかして分かったってのはカムロアングラーのことじゃないだろうな。コンビニで売ってる雑誌の記事なんて情報として何の価値もないぞ。ちげえって、カムロアングラーの記事を書いた記者からいろいろと情報を聞いてきたんだよ。何？達也やるじゃないか。で、何を聞き出したんだ。詳しい話は後でするけど、殺人ゲームは秘典って裏サイトを使って運営してるらしい。先にネットで秘典ってキーワードを検索して探ってみてくれねえか。秘典だな、分かった。保津に調べさせよう。で、俺はどうしたらいい？そうだな、一旦俺の事務所に帰ってこい。街をうろついてるとまた狙われるからな。分かった、詳しい話は事務所で頼むぜ。なるほど、ここで千秋ちゃん出てくんの熱いな。俺結構千秋ちゃん好きだったんだよね。美女が好きですね。ただただ顔がタイプってだけなんですけど。いやー、そうかい。これヒューガまで出てきてくれたら熱いけど、まあ出ないんだろうなきっと。でもこう前作のね、キャラクターだった人物をこういう形で登場させてくれるのはやっぱ龍が如くシリーズの醍醐味というかね、嬉しいですよね。こういうやっぱつながりが見えるだけでさ、前作やっててよかったなってこう思わせてくれるところがね、いいなってちょっと思っちゃいますね。普通にこのゲームのファンとしても嬉しいよね。さて、じゃあここで飯食って体力回復して事務所行くか。さて、久喜事務所に向かいましょうか。俺何気にこの格好好きなんで、ちょっとこれにしましたね。行きましょう。誰もいねえじゃねえか。大丈夫か。他の奴らどうしたんだ。おー、ユータ以外はいんのか。チラシの店に行ってみたけど何もなかった。最近店舗を借りてすぐに引き払ったみてえだ。詐欺グループみたいな逃げ足の速さ、ますます怪しいな。シンジが心配だ。ああ、で、お前襲われたのは大丈夫なのか。クズが何人来たって平気だ。わかりましたよ、リュウショウさん。何がだ。これなんだこれ。これが俺を襲った奴らが見てたサイトか。恨みのランキング1位が達也さんですね。人気者だな達也。うるせえよ、お前も2位じゃねえか。何国土を舐めやがって。達也さんの特徴。何何、最近の達也の目撃情報はと。治療院前か。お前が集団で襲われたところだな。つまりこれを見て襲ってきたってことか。かなり細かいな。好きな食べ物とか女の趣味まであるぜ。どうやって調べたんだ。なんだこれ。姉サイコ、交友関係者、天馬、久喜、誠、保津、ユータ、俺らの名前も。え、でもシンジの名前だけない。しかも達也さん。なんだ。このサイト一見わからなく偽装してあるんですが、シンジのところにあったチラシの治療院の裏ページですよ。え、シンジ。次は
君は自分の拳で仲間を殺すことになるよ。気にしたくねえのに思い出しちまう。亮の言葉が頭から離れねえ。何なんだあいつは。どういうこと？それにしてもシンジはどこに行ったんだ？もしや飛天のハンターに襲われたんじゃないだろうな。シンジは俺が探す。じゃあ俺はお気に入りのキャバ嬢に殺人ゲームのことを報告してくるわ。お前な、いい加減にしろよ。今はシンジのことの方が大事だろうが。分かってるって、それとこれとは別なんだよ。お、電話か。千秋か？ん？非通知誰だ？達也さん。達也さん、僕だよ。シンジだよ。シンジ？何？おい、どこにいるか聞け。達也さん、ちょっと話があるんだけど。ピンク通りの裏のビルで待っているから来てくれませんか？お前、僕とか言ってたか？大丈夫なのか？お前、どこにいるんだ？うぜえな、いいから来いって言ってんだよ。本当にシンジか、こいつ。なんか怪しいな。シンジからだ。ピンク通りの裏のビルに来いと言ってるんだが、なんか様子が変なんだ。急に怒鳴ったりして。何かあるのかもしれないな。だが、シンジのことが心配だ。ピンク通りの裏のビルだろう。とりあえず行こう。あとのことはその場で考えればいい。お、龍翔と一緒か。何なんだよ、一体。行きますか。おかしなことになってきたな。ちょっと何ですか？なんだろうな。なんか信じではないだろうな、絶対。ハンターかな。だとしたら電話番号まで割れてんのか。やばすぎだろ。ほい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 。よいしょ。ほい。よいしょ。おー、かっこいい。ほい。ナイス。よいしょ。ほい。オッケー。いやー、中国拳法楽しい。やっぱ連打がね、魅力的なんですよね。はい、お疲れ。さてと、ここ。いやー、絶対違うじゃないですか。へへ、あんたが右京達也。どっち？まあ、どっちでもいいや。二人ぐらいならなんとかなるだろうし。シンジはここにいるのか。機嫌悪いよ。さっさと来いって言われたんでしょ？そこの階段から上がってよ。すぐにわかるからさ。シンジのやつどうしちまったんだ。シンジ、いるのか？シンジ、待ってたよ。え？シンジ、どういうこと？みんな、こいつがランキング1位の右京と2位の茎だ。賞金も倍にアップしてる。え？こいつら殺人ゲームのハンターか？そう。そしてあんたらは狩られる獲物さ。さあ、ポイントは早い者勝ちだぞ。やっちまえ！どうなってんだこれ。え？シンジ何事？タイトルが洗脳だから今回。なんか洗脳されてんのか？まさか。だとしたら誰に？なんなんだ一体。催眠術しかなんかか相手は。うじょれい。気持ちいい。うじょれい。鉄パイプで人殴んの楽しいぜ。ういうい。あ、もうこれだ。くそー。もっと殴らせろや。うじょー。あー、ちょ、龍翔さん。俺なんかねえかな、アイテム。お前でいいや。はい。うわ、ちょ。ナイス。こっちにやろ、こっちに。鉄パイプが。鉄パイプ。OK、来た。ういうい。よいしょい。気持ちいい。よいしょ。うい。あ、くそ、もうこれだ。壊れんの早えよ。よいしょい。相変わらず雑魚ばっかりだな。よいしょ。くそ。うわ、めっちゃ来た。んじゃ、こいつやるか。よいしょ。くそ。ほい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 。終わり。ナイス。よいしょ。うい。はい。はい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 。終わり。一人一人は本当に弱いな。あ、くそ。一丁前に避けてんじゃねえよ。よいしょ。
ほい、おりさすがにこの人数は辛いな。おっぶね、龍将。さすが龍将さん、俺の蹴りをギリギリでブロックするなんてすげえな。しかしいい蹴りが出るようになっただろ。これでバッチリ戦えるぜ。何言ってんだ。俺は完全復活したんだよ。そして俺はみんなを守らねえといけねえんだ。それは俺と龍将に任せておけ。はあ？あんたらがいてどうなった。誠は撃たれるわ、タモツは詐欺に引っかかりそうになるわ、ユータの親父さんは事故で危うく死にそうになるわ。あんたはアシュラに勝って満足だろうよ。けど俺らの居場所はどんどんなくなってるじゃねえか。それもこれもお前らとドラゴンヒートを救うためだろう。それはあんたと龍将の理屈だろ。俺らに金を稼がせて、挙句の果てに殺し合いに巻き込んで、危うく俺はあんたらのせいで格闘技ができなくなるとこだったんだぞ。それなのにあんたらは俺に何してくれた。お前どうしちまったんだ。俺に真実を教えてくれた人がいた。俺はあんたを殺してアシュラにドラゴンヒートを渡す。それが俺のやるべきことだ。それが正しいことなんだよ。シンジ、お前本気か。アシュラは約束してくれた。俺の才能を認め、光り輝くステージを用意してくれる。あんたさえ潰せばな。お前何を吹き込まれたんだ。うるさいしろ。特に脳にダメージが加わると最悪死の覚悟も必要かと思います。次は君は自分の拳で仲間を殺すことになるよ。くたばれ。待て、目を覚ませ。どうした、手も足も出ないか。立つよ立つよ。ざまあ見ろ、ポイントは俺のもので、みんなを騙したお前らが悪いんだ。お前龍将、いいんだ、好きにさせてやってくれ。シンジ、騙してねえよ。うるせえ、好きにやってやるよ。死ね。なんだよ、なんで殴ってこねえんだよ。来いよ、カムロの恐竜だろ。向かって来いってんだよ。違うんだ。くそ、やめろ。な、達也さん、なんだよ、どういうつもりなんだよ。わけが分かんないよ。何が本当なんだよ。気が済んだか。うわ、龍将。次の対戦俺が行きます。大丈夫か。相手はあの柿崎だぞ。本当に奴が復活してたら。それしかないっしょ。っていうか、あとは俺が全部勝ってやるぜ。達也さん、大丈夫ですか。大丈夫だ、心配かけたな。おい、無理するな。丸一日寝てたんだ。大丈夫。それよりシンジは。まだ寝てる。ずいぶん気持ちを吐き出したのか、安らかな寝息だよ。まったく。そういえばさっき対戦がどうとか言ってたけど、なんだ。お、そうか、そんなこと言ってたかな。次のアシラとの対戦だよ。さっきここにニオカが来たんだ。邪魔するで。なんだニオカ、あんたなんでここに。その言い草はなんや。せっかく次の対戦相手教えたろう思て親切で来たったのに。こんなところで言わなくても電話でもよこせばいいだろう。いや、まあ右京達也が珍しゅう病院に運ばれたっちゅう話を聞いてな、いても立ってもいられんかったんや。ほんまに寝とるんやな。
したら次の相手は強すぎるかもしれへんな。こいつ、カズ柿崎。お、よう知っとるやないか。感心感心。やったらこいつの強さも知っとるやろ。どや、ビビッとって口も聞けへんようになったんかいな。3年前に飲酒運転の事故が原因で復帰不可能だったはずでは。ま、そこがアシュラの力。金があって腕のいいトレーナーやら整体師やらが揃っとるからな。なるほど、野崎亮か。おお、あいつの針の腕は最高にええで。ま、ここからは柿崎が 2,3 勝はポポンと勝たしてもらうで。いや、こいつがこのままのんきに寝とったら最後まで勝ってしまうかもしれへんけどな。ほな、見よかめ。タイミングが良すぎるな。シンジと達也が病院に入って1日も経たないうちにわざわざ二岡が来たってことは、やっぱり達也がこうなることが分かっていたと考えるべきだ。それが事実かどうかの鍵はシンジだが、少なくともアシュラが絡んでいることはほぼ間違いない。アシュラ、シンジに何を。そして次に戦うカズ柿崎を回復させたのも、シンジを動けるようにしたのも、おそらく野崎亮だな。亮、エズとしてはこうだ。偽の治療院のチラシを作ってシンジをおびき寄せ、柿崎の回復をちらつかせながらシンジを信じ込ませ、動くようになったところで俺たちを襲わせた。まあ、アシュラの秋田あたりの指示だろうな。でもそれだけでシンジが達也さんを襲うなんて。そうだな、よっぽどの理由だろうが、それは本人に聞くしかないだろうな。分かった、この勝負俺にやらせてくれ。え、いいのか。そりゃないぜ劉翔さん。まこと、達也がもしもやられたらお前が最後の頼みの綱だ。お前しかもういない。お前はもっとピンチの時に出てもらう。それならいいけどよ。信じの敵はきっちり俺がつけてやるよ。というもののお前腕刺されてんだろ。ああ、分かった、すぐに準備をさせる。どうかしたのか。ドラゴンヒートから電話だ。アシュラの秋田が到着したそうだ。試合か。俺は先に戻って秋田と話をつけてくる。お前も早めにロッカールームに行って試合の準備をしろよ。試合か。シンジの敵取らせてもらうぜ。よし、試合の準備をしてドラゴンヒートのロッカールームに行くか。とは言うもののって感じですね。やっぱり亮の、なんだろうな、洗脳によってシンジはああいう風になっちゃったのかなって感じですよね。亮がちょっと思ったよりやばいやつなのかなって感じがしてきましたね。一旦ちょっとサブストーリーしようかな。蒼天堀で大阪のおばちゃんに5万円を一旦届けましょう。覚えてるうちに。今試合してもよかったんですけど、多分やったら終わりそうなので、このショーもちょっと一旦蒼天堀の方に遊びに行きたいと。ああ、ユミコ、あ、ユミコ探すの。ああ、マジか。ユミコ探す前におばちゃんに5万円返さないと。達也、